中日ドラゴンズ皆様大変長らくお待たせいたしました。解説は守備に就くドラゴンズの選手をご紹介します。実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしく。小宮山さん、小宮山さんが現役時代投げやすい球場、投げにくい球場ってのはあったんですか？広い球場は投げやすいです。ホームラン打たれるのだけは嫌でしたから。そうですよね。打ちました。取った。アウト。ワンアウト。バッターは2番に入っている山田。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール打ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。インコース詰まりました。ここはフライになっています。セカンドが構えます。バッターは DH 松田。ツーアウトになっています。この回の山本4球でツーアウトにしています。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思いますよ。はい、インコース詰まりました。この打球はフライに。さあこれからジャイアンツが守備につきます。そして1回の裏バッターは山田。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。これが初球。2番抑えています。ワンアウト。バッターは2番に入っている坂本。伊藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド落ちました。牧原が掴んでツーアウト。バッターボックス柳田。ツーアウトになっています。この回のドラゴンズ打線ですがわずかに。インサイド落ちました。取りました。一塁アウト。スリーアウトです。2回になります。ジャイアンツの攻撃。バッターは4番岡本。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で打ちました。痛烈な打球。センターに強い打球。打順は5番梅野。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。引っ張った。サード取った。ツーアウトになりました。バッターボックスには6番サンタナ。ツーアウトランナーありません。この回の山本たった2球打ちました。いい当たり。弾き返した打球はライトへ。2回の裏になります。さあドラゴンズ、この回は4番から始まります。山川が打席に入ります。初球打っていった。ここはフライになっています。ライトフライ抑えてアウト。バッターボックスには指名打者の村上。伊藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ち上げた。抑えてツーアウト。6番バッター岡本。ツーアウトになっています。この回のドラゴンズ打線ですが2球でストレート打った。一塁アウトでスリーアウト。3回の表7番から始まるジャイアンツの攻撃。打順は下位打線に入っていきます。バッターは牧原。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。うちのボール、インフィールドフライ。これはインフィールドフライ取りました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそして打席には桑原が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたがピンチは続きます。踏ん張りどころですからね。ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。切れました。ファウルボール、まあ、次はストライクゾーン内で動くボールを使って打ち損じを誘う手もありますね。ああそうですか。ファウルボールです。ふわふわっと上がった。ピッチャーフライ掴んでアウト。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。さあそしてバッターボックスには中田が入ります。嫌なところで回ってきましたね。さあツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあ、ここまでしっかりゼロで抑え、インサイド打った。ショートが抑えた。一塁アウト。これでスリーアウト。3回の裏に入ります。7番から始まるドラゴンズの攻撃。はい、打順は下位打線に入っていきます。バッターはアルモンテ。ドラゴン打った。抜けた。セカンドランナー帰ればサヨナラですが、センター前ヒット。さあチャンスを広げていきます。さあそして打席には坂倉が入っています。いい場面でいいバッターが続きますね。さあなおランナーに入ります。ストレート打った。間に合うか。帰った帰った。サヨナラ。鮮やかなバッティングでした。この人のタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。